どうもスカイピースイエーイ。テオ君がいないということは、まあ、いろんな動きをしてきたんですけど、ある人を呼んでおります。来てください、どうぞ。キャラ独特だな。両目グールじゃん。神木くんでしょ。神木くん、神木くん、僕のだぞ。あ、あいつどうも、ボスです。そんなもんか。え、出していい。いや、挨拶くらいはちゃんとしないとダメ。ボスです。ブリガードっていう偽企画でこうテオ君を騙すと、変なガラクモン人持ちが後ろからゆっくり入ってきて、どこまでバレなく近寄れるのか。なるほど、スニーキングミッションだ。シッシテクマ、あ、グマホ、どうしようか。ネット上で今めちゃめちゃ話題のアプリなんです。スーパーフリッパーってアプリなんですけど。しかもこれの難しいところは、こうやって押した通りこう下に行くんですよ。それの下でこうピンボールがやっている、この世界一難しいピンボールって言われてるアプリです。これ今考えてない。もし読んでた時失礼よ、それ。いいね、25。ああ、これがうまい。なんやなんや、これ。どうなんだ。最後まで見てくれてありがとう。持ち来てくれてありがとう。にしても気づかないもんだな。あんなに近づいても気づかないのは本当に怖いね。もしあれを一人の時にされたら変わったもんじゃありません。明日のスカイピースは秋といえばお芋。お芋の審査公開で、それだと締めにピー。ドッキリで餅を呼びました。このカラコンの性どうなのかっていう。びっくりした。ドッキリです。久しぶり。